皆さんこんにちは、マックス村井でございます。今日はですね、マックス村井と YouTuber がまったりパズドラ40時間の、第2回引き継ぎ式を行います。こちら YouTube スペース東京にやってまいりました。そしてこちらロアさんとクロノアさんでございます。どうぞ。それぞれ自己紹介をいただきましょう。まずはロアさんから。こんにちは、YouTube でゲーム実況を上げておりますロアと申します。本日はパズドラリレー2番手ということでめっちゃ頑張ってきました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ロアさんはすっかり斜めのロアとして有名な斜めのロアになりました。そしてクロノアさんいきましょう。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。ゲーム実況者の黒猫のノアことクロノアと申します。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあカメラこちら戻していただいて、今回の動画は、3月に開催いたしました、マックス村井とまったりパズドラ40時間、あの企画の続きの企画でございます。あの時の端末が渡り渡って、リレーをしております。でここ2週間はロアさんがこれを、ね、はい、がっつり進めていただいたわけですが、はい、本日はそのロアさんの成果発表、そして引き継ぎ式ということでクロノアさんに渡っていくわけですね。はい、でこうして渡り渡ってですね、次の6月にまた、ライブをやろうという企画を予定しておりますので、そちらもお楽しみにということで、皆様よろしくお願いいたします。では早速本編といきたいところですが、ここは一体どこですか？ YouTube スペース東京というのは。ここは六本木でございます。六本木ですか？はい、六本木ヒルズですね。あ、そっちです。六本木ヒルズでございます。これすごいっすな。やばいですね。てか、あの東京タワーとかやばいっすな。見えますか？ほんと、ほっ、東京タワーめっちゃ綺麗です。もうすごい話だ。ここはですね、六本木ヒルズの29階でございます。はい、で、さっき調べたんですけど、六本木ヒルズ自体が238メートルの高さがあって40何階、うん、で、ここ29階なんで半分よりもちょい上、ちょうど半分ぐらい、はいはい、だから 110m メートルぐらいの高さで、あの東京タワー見ると展望台がちょうど3分の1ぐらいなんですよね。これロアさん調べですけど。そうですね、私の指調べでだいたい3分の1になってます。なんですよね。はい、だからここ東京タワーの第一展望台ですよね。あれ多分下から数えて、ね、同じぐらいの高さっすよ。すごい絶景ですもんね、ここから見ると。こんな夜景を背景にしてこんな動画を撮ってるとか何事だと思いますけどね。確かにすごいいいところで、すごい話だなと思って。はい、じゃあ行きますか。ロアさん、早速行きますか。まずはロアさんのこの2週間の成果発表から。はい、行きたいと思います。じゃあ画面をいただきましょう。画面お願いします。これ待ってくださいね。これ最初じゃあやっぱりこっちにしようかな。あ、そっちから行きますか。はい、こっちから行きます。じゃあ行きましょう。ここからまずはですね、はい、前回の受け継いだのがタケさんだったんですけど。そうですね、1人目がタケさんでしたね。そうです、タケさんから受け継いだ時は、その時ランク40だったんですよ。 40でいただいたんですけど、その時に自分でいろいろパーティーを組んだところ、やっぱコストが足りなかったりとかして、うん、そうですね、もうランクが低いとね。そうなんですよ。でスタミナもやっぱまだまだ下で全然入れなかったので、もう頑張って30ランク上げてきました。おめっちゃ頑張って30ランク上げて、すごいな、ランク70だ。70にしました。スタミナ51だ。そうなんですよ、大台に乗ってる、1個の大台に。そうだから、これで50のダンジョンとかも入れるようになったので、チョキ系もいける、チョキメタとかもいける。そうですね、あで結構あった運がいいことにあったので、ちょうど50だったのでいけたりとかして。おすごいわ。で、まあ、土日ダンジョンいっぱいやったので、はい、お金もすっごい貯まって。あ、本当だ、400万あれ。そう、すごい貯まりました。私今自分の端末のお金50万切ってるの。あ、本当ですか。すげえな。そう、これで見ていただければどんだけ土日ダンジョンやったか。わざ頑張ったな。頑張りました。土日ダンジョンって一周で、そうです、先週キャンペーンで2倍、 1.5 倍コイン、1.5 倍だったかな。でもせいぜい20万とかですよね。そうですね、で結構頑張って。え、ロアさんすごいな、めっちゃやったな。もう貢献しようと思って一生懸命やりました。頑張りましたな。はい、ボックス行きましょうか。行きますか。で、まず私のその持ってる時に、まあ、運がいいことにいっぱいイベントがあったんですね。で、そのイベント中に、
まず最初にじゃあエキドナちゃんがあったんですけど、アンケートダンジョン、そうです、あれ4か4であったんですけど、もうこれはゲットするしかないと思い、はいはい、そうですね、そうですね、これはするしかないと思い、うわー、めっちゃ当たってる。20匹くらい、西色の矢野と12、14、16、18、19で、さらに1個、あ、本体、本体をここまで上げてきました。すっげえ。だからあともうちょっとでできるんですが、え、待ってください、ロアさん、はい、これ、はい、このモンスターボックスじゃないや、はい、パーティー、はい、上級回るの苦労しませんでした？めっちゃ大変でした。後で見ていただけたら分かるんですけど、やっとコストが上限が上がって今のパーティー組めてたんですけど、ずっとモリリンとか連れてってだってずっと大変だったんですよ。アンケートダンジョン4の上級って意外と強いっすからね、はい、強いんですよね。よう回りましたな。めっちゃ頑張りました。すげえ、はい、やりすぎた。やりすぎましたね。もう一日中もうずっとやってて、本気や、本気でやりました。すごいわ。これはこれを頑張りをちょっとここで頑張んなきゃなと思い、とりあえずこの、まあ、全部で20体くらい取ってきた。ただ合成したいけどスキルレベルアップ2倍終わっちゃったしだ。 それがもう本当に私もねちょっとこれは頑張んなきゃと思ったんですが、土日ダンジョンをやってたらってことで、あえて何もしないで、次の、あのスキルレベルが上がる時が来た時にやろうと思って残しておきました。すごい。しかも炎の魔剣士も4体取ってるし。そうです、ちょっとこれも必要かなと思って頑張ったんですけど。アンケートダンジョン頑張ったな。めっちゃ頑張りました。何気にあのこのパーティーマートも頑張ってレベル40だ。はい、意外とちょこちょこやってたらここまで上がったので、え、結構強い。そうなんですよ、主戦力張れるレベルだ。はい、意外とこの子は重宝しましたね。すごい、はい、で、もう一つあります。あ、もう一つ。でも、もちろん31日目といえばもう31バステッドちゃんということで、もう村井さんが大好きなモンスターの一つとおっしゃってたので、はい、はい、ブリと31バステッド、めっちゃ頑張って、おー1、2、3、4、5、6、6体。え？ 1、2、そうですよね。6体、あの確定ドロップじゃない、じゃないです、あの31コラボ、はい、で結構頑張ってます。超級でしょ。超級です。すごいな、ロアさん本気やな。超級で何回も回ってなかなか落ちなかったんですよ。結構宝箱ばっかりやっちゃって、うん、そうですよ、そうですよ、はい、意外とそんなガンガンドロップしないですもん。そうなんですよ。で一応頑張ってここまで来ました。すげーわ、はい、え、ちゃっかり、ちゃっかり口のだちゃんもマスク、あ、これもそうですね、意外とこれも取れて、カサブランカ上級とかで落ちたんですか？これ上級で落ちました。すごいな、はい、でもこれも何回か回ってあったらいいかなと思って、とりあえず落ちないですよ、はい、上級とかではラッキーですと結構。あ、すっげえわ。で、何気に口のだちゃんもレベルマックスにして、え、来ました。レベル高っ。神タイプでレベル50って意外と経験値しんどいですからね。意外とありましたね。あ、すごいわ。これ頑張りました。で、こっちだけじゃなくてこっちも最大にしたんですよ。はっ、今日は実は1個やりたいことがあって、はい、ちょっとお願いというか、はっ、せっかくこの子を最大にしたので、うん、この子をちょっと進化させたいなと思うんですよ。おー、いいですか、やって、ちゃんと行きましょう、進化行きましょう、進化行きましょう。じゃあやりたいと思います。もう早速、え、てかロアさん、はい、半端ないな。めっちゃ頑張りました。で、運がいいことになんかプラスがすごい落ちて、うん、プラスも11振られてる。あの、勝手にこれが主戦力なんじゃないかなと思って、あのモンスターボックスもいっぱいだったので振ってしまいました。っていうか、はい、虹の番人4体とか結構すごいな。虹の番人めっちゃやりましたレベル高っ。あの、これから進化するのいっぱいいるかなと思って、ちょっとできるだけ取っとこうと思って。すごいわ、はい、すごいわ、ロアさん。やりました。じゃあロアさん、いきましょう、合成、あ、合成じゃないや、進化合成いきましょうもう一回、じゃあいきます、進化合成いきましょう。すげー、頑張ります。頑張れ。え、待ってください。え、あ、いった、おー、超激レア。やったー、すげー。いや、一瞬待ってくださいって言いかけたのは、はい、コスト的に大丈夫ですかこれ。でも、それの、それだと思って他にも一応取ってあるので。あ、そっか、そう、すごいわ。そっちもいいかなと思って。ロアさんすごいわ、はい、完璧や。っていうか、わし改めてまじまじ見て、はい、この進化後の31バステドさん、クシラダ姫の横にいますね、はい、リボンこうなってるんですね。かわいいですね。初めて知った。かわいい。31、ちょっと感動します。おめでとうございます。やった。
げえ。え、ロアさん普段どんなパーティーでやってたんですか？パーティー見ましょう、パーティー見ます。これでも 今のとこあれ平気そうですね。ね、さっきコストがオーバーでとか出ませんでしたもんね、はい、ということでチームはこれで行ってました。あ、虹の番人を搭載して櫛灘姫で、はい、本当にコンボパーティーっすね。これで行きました。すごい。そうですね、最初は、コストが無理だったので、はいはいはい、虹の番人の代わりにモリリンだったり。モリリン、はい、もうすごい入らなかったんですよ。もうギリギリだったので、はいはいはい、それゴブリンとかも連れてきました。はい、あるあるある。ないないない、そんなない、普通はない。本当ですか？すごいな。そうです、ね、この制限の中だからこそだな。結構楽しかったです。でもこの面白いよね。はい、制限付きで面白かったです。え、あの子はどこ行ったんですか？エンジェ、違う、光の鳥。あー、います、今、ラディウス。ラディウス、ラディウスは出番なかった系ですか？ラディウスあんま使わなかったですね。てか使ってたんですけど、最初、何だったっけな、私的に櫛灘ちゃんをずっと使ってたので、どっちかというと櫛灘ちゃんの方が使いやすかったんですね、ずっと。へぇ、すげー、うん、レベル高。ああ、でもそっか、櫛灘姫の方が倍率出ますもんね。はい、そうですね、こっちで主にやってました。一応いろんなパーティー作ってみたんですけど、やっぱりそうですね。あ、これも一応作ってみたんだ。でも一番これを使ってました。うん、うん、じゃあせっかくなんでこれ1個ぐらいダンジョンやってもいいんですよね。お、記念にどこか1ダンジョンやりませんか、みんなで。やりますか、せっかくだったら。パーティーはじゃあロアさんがずっと使ってたこれでいきましょうよ。はい、じゃあダンジョン、ダンジョン、クロノさんどこやりたいですか？ヘラクレス降臨ですか？いや無理ですね無理ですね。いや、それもう難しいとこ行く難しいとこはあえて挑戦。え、でもね、ロアさんとかガンガン虹の番人倒してるわけですもんね。そうですね、どこ行きましょうか？超級行きます？ COC コラボ超級。あ、面白そう。結構行けんじゃないですか？行けそうだと思います。 COC コラボ比較的難易度の低めのコラボダンジョンだし。はい、やってみますか。行きましょう。お願いします。クロノさん緊張してます。というか、ロアさんがすごすぎて言葉を失ってましたしばらく全然ですよ。連動どうしよう。次のプレッシャーがやばいっすね。本当に私応援してます。櫛灘姫、櫛灘姫、櫛灘姫です。フレンド、私ずっと光殺しで結構やってました。カルフォルスでいきますか？うん、結構やりやすい。うわー、すげえ、297いる。はい、どうぞ、フレンドを設定しました。すげえパーティー、すごいですね。てか、光フォルスが輝きすぎてる。297ってなんだこれ。ありがとうございます。ありがとうございますじゃあ、これでいきましょう。どうぞ、ロアさん挑戦していただいて。え、私からでいいんですか？私からいきましょう。じゃあ、いきます、挑戦。行ったり来たりでいいんじゃないですか？ロアさん、ね、クロノアさん、ロアさん、私。あ、私挟んでいいんですか？じゃあ、2回やりますか？ 1、2、1、2。そうですね、了解です。じゃあ行きたい。あー、バーバリアンでかい、でかい、でかい、なんかでかい、存在感あるバーバリアン。どうしようかな。スキル貯めましょう。スキル貯める。あ、貯めなくていいか。いや、せっかくだったら、あ、どうしましょう。もう1バトル交代にしますか？そうしますか。はい、じゃあとりあえずスキルを貯めていった方がいいですか？貯めましょう。はい、じゃあもうちょこちょこいきます。どうしようかな、ある程度でも攻撃はしたい。スキルを貯めるとは一体。お、先生お願いします。あのですね、初めて聞きました。これらの今手持ちのモンスターがいるじゃないですか、はい、彼ら彼女らはですね、一定ターン経過すると、はい、パズルを1回やると1ターンなんですけど、一定ターン経過するとそれぞれの持っている固有のスキルっていうものを発動できるようになるんですよ。で、例えば右から3番目、あ、左から3番目、はい、虹の番人、彼は、あれ最近使ってないからどうするんだ、ね、何ターンだ、防御の構えって3ターン、3ターン半減だよね。はい、そうですこんなことする3ターン敵のダメージ半減とか、はい、いろいろあるんですよ。そのスキルを貯めるのにあと17ターンって今出てたんで、はい、その17ターン分を貯めたら楽か、次のとこ楽かなっていう感じ。で、超級さすがですね。意外とダメージでかいですね。でかいですね。そのために片方ずつ狙ってる。そうですね、ちょこちょこやるとこうターン数で稼げるというか。
時間稼ぎってことですそうです、うん、もう時間稼ぎうお出た斜めだあ、そっか斜め移動が出たあ、やばいさらっとやりましたねさらっとやっちゃいましたこれで撃破かな、ね、おっよかったいいな、調子いいなうおぉ何をしているんだちょっとやっちゃいます乗ってきましたね、だんだんリズム出てきましたねだんだんちょっと緊張があ、倒れちゃったおぉさあ黒沼さんでいきましょう、はい、頑張ります黒沼さん、ほんとにさーっと斜め決めるよなすごい上手いっすねどうしよう頑張れ黒沼さんいけますかファイトです難しい頑張った頑張れ頑張れあやばいこれ全部2できますねはハート2コンあ、やばいちょっと黒沼さん、クリアしましょう死なずに行きましょう死なずに了解です、もういたんでやばかったらダイダロア行きますよダイダロアそんな責任負えるのかしらなんで死にたくないんだスタミナ40使っちゃったら行き場がないどうしようハートを決めたら多分結構いい感じだと思いますこれですじゃあ全然お気楽にでいい感じ。いいんじゃないですか。おお、ナイスコンボ。すごい。いいじゃないですか。とてもいい。おお、いい感じ。おお、それでもこれか。これもう倒しに行っちゃっていいですよ、うん。さっきダメージ結構食らってたし。そうですね。4000くらいでしたっけ。食らってた。ですよね。死にはしないと思いますが、もう行っちゃってもいいんじゃないかな。うん、もう良い。どうぞ。どうぞ。どうだ？おお、ナイスコンボ。これはナイス落ち込む。すごい。落ち込んで使われてます。使われましたよ。おお、やった。村井さん行きましょう。私行きますか。はい。緊張する。あ、あ、おお、ブーびっくりした。これ超級とは言っても、なんか全然侮れないんだな。しかもこれヤバいやつですよ。これ左がヤバいやつですね。左は食らえば多分やられる。右は、うん、あれなんですよ。防御力が高くてなかなかダメージを与えられないコンボ決めてって感じですね口七ちゃんのところってこれはちょっとだ大変だな行きましょうこの緑からいきます、はい、どうかな倒せはしないと思うんですよねあ結構いけたいい感じでも思った以上に行きましたね。なんか4色ない。やばい。やばい。あの悪そうなやつは動かせないんですか？悪そうなやつ。悪そうなやつはあの他のドロップと一緒で消さないとダメなんです。ああなるほど。揃えて消す感じですか？そうですそうです。これちょっとやばいな。邪魔ですよねあれ。回復しつつ悪そうなやつ全部消して次のターンを行きます。はい。おおすごい新しいドロップがたくさん降ってくるとおあでもあギリギリ4色あるあいったあすごいあギリギリああれ倒せたかと思ったあの野郎しぶといなしぶといなやるなあの野郎すごいこの光からいきますはい、はい、倒しに行きますあいつをいきますやってくださいおおすごい。これで左は撃破ですね。ナイスです。また。じゃあこっから先はもう割とぼちぼち行きましょうか。はい。ああここでいいや。ナイスです。彼はね防御力がとても高いので、ですね。1しか食らわない、ね。そうなんですよ。あんまりね頑張って攻撃してもね。でもちょうど好きでも、あの口の土壌も溜まってるしですね最悪の最悪はもうなくなってますからねそうですねあらまあすごい強奪しますね強奪されまくりですなですなよっしゃいい感じロアさんに戻しましょうちょっとすごいプレッシャーがこれ死ねない感じですねでも今のさっきの感じだとそうですね
結構上級これ意外と大変かもしれない。大変ですね、ちょっと。ただホルスって色を決めることに集中するじゃないですか、はい、そうですね。クシナダ姫コンボ作ることに集中じゃないですか。そうですね。結構別だと思うんですけど、よくこの組み合わせでローさんやってましたね普段。これでずっとやってました。すごいな。どうしようかな、どっから行こうかな。パズル組む時のなんか脳みその使い方違うリーダーだと思うんだけどなこれそうか、あんまりでも気にしてないのかもしれないですね、ちょっと気にしてない、そんなに気にしてないです。じゃあ行きまーす、はい、こっから行こうかな。ちょっとできるかな、こっから行きます。はーい、うん、うおやばい、はぁ、やばい、なんちゅう、行ったかな10組かもしれない。よかった、よかった、ギリギリ、よかった。いやー、上位4色ないんですよね。ないっすな。でも、とりあえず、はい。いやー、慣れんわー、このパズルすごくて。じゃあ、こっからいきます。はい。よいしょ。すごいわー、よう決める。4色やったすごいなぁ、意味わかんねぇ意味わかんない言われた意味わかんない言われます。どうしようかなぁ、すごい迷ってるんですけど、意外と青は無理、こっちの方がいいかな。ああそうですね、そうですね、いいですね。あ、やばい、ちょっと待ってくださいね、超緊張する。いけるかな、あー、それもいいっすね、それもいいっすね。こっちの方がなんかくっついてる気がする。ナイスですね。じゃあこっちからいきます。いいですか。はい、どうぞ。はい、いきます。えっ、あ、いけるかな。えっ、あ、無理だ。あー、悔しい、すみません。めっちゃ手震える、ガタガタ。いや今決めてたらよかったな。でもね、なんとかいった。いや、ローさん大丈夫ですよ。申し訳ないです。なんかね、いいもん見せてもらってますよ。すみません。あ、これは強いやつだ。黒野さん、すみません、これはお願いします。やばいです。はい、多分クロノアさん死にます。マジっすか。どうしましょう。行っちゃってください。やればできる子です。自分基本的に角指導なんで、角でいいところないかなって感じ。そうですね。これあんまり揃ってなくないですか。結構バラバラな位置にありますね。どうしよう。お、そっから行きますか。お、はい、あ、見えない。頑張れ。あ、なるほど。あー、やばい。おー、大丈夫。これなんか防御の構えとか使えますよね。自分スキルあんま詳しくないんで、ちょっとどのタイミングでとかお願いします。はい、ロアさんの真似して斜め移動とかしたかったんですけど難しいです。慣れればほんと簡単です。うん、これボス拝みたいですよね。そうですね。クロノさん、はい、ピンチヒッターで私かロアさん行きますか。お願いできますか。はい、そう、村井さんで。え、私さらっとこうなのちょっとなんかここは決めるのはやっぱり。あいつダメージどんぐらいでしたっけ。一回食らおうかな。一回食らっても耐えられるかな。あ、緑ですか。緑は耐えられます。大丈夫ですよね、はい、このままじゃあスキル使わずにいきます、はい、いや、はい、もったいないからこっち使っちゃいましょうか。防御の構えの方。わかりました。てか両方防御の構え。そうなんですよ。片方使っておきましょう。はい、防御の構え発動参ります。はい、せや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 。ナイスです。で、次で回復をしようかな。あ、硬いですね。おお、でも防御の構えが効いてる。ええな、ええな。意外と使っといてよかったです、ね、すごいよかった。なかったら割と死んでます。ですね。これからいきましょう。はい。おお、すごい、すごい。こっちから倒そう。すごい。ただ、それでもね、右の緑は無理だ。おお、感じた。クロノさん、バトル6はクロノさんでいきましょう。で、ロアさん、
ボス倒してます。もうなんか逆に失礼しました今、あれ自分だけやってしまった。あれこうして手に持つと、いやよかったよかった、いけてよかった。でもねこれ、うん、大丈夫です、クロナさん、はい、なんかご心配なく防御の構えが効いてるんでダメージも食らわないし、はい、まあ次のターンはそもそも攻撃ターンではないんで大丈夫です、うん、気楽にどうぞ。気楽に、うん、まあね、いきなり端末渡されて4色決めろって言われて決めれないっすよね普通は。本当に難しいですよ、それぐらい4色っていうのはパズルとしてですね。難しい。いや、頑張った。いい感じ、いい感じ。おお、かなり、かなり。でもまだ防御の構えが効いてるから。はい。大丈夫ですよ。いった。お、いい感じ、いい感じ。さあ、どうだ。お。これか、邪魔だなぁ。あーおー、うん、すごい、防御高い、嬉しい、嬉しい嬉しい、うーん、頑張りましょう。あ、いいっすね。あ、いい感じ、いいっすね。さあ、おー、すごい、いって、おー、すごい、しないとまずいですね。まずいですね。あとですね、黄色の子から倒した方がいいですか、ね。そうですね。黄色からですね、かつ回復もしたいですね。うん。まあ本来ならスキルを使うタイミングなんでしょうけど。どうしましょうか。まあ。いいかな、切り抜けられるだろうと思ってる私もおりますよ行きましょう、はい、ナイス、オッケー、うまい。あー、もうちょっと欲しかったな、もうちょっと欲しかった、やばい、あー惜しい、調子簡単、あー、ごめんなさい、全然使っとけばよかったか、スキル惜しかったですね、お疲れ様です、お疲れ様です。難しい、え、でも1年どんくらいやってない割には上手すぎるかなって思ったんですけど、うんうん、本当にそうです。よくもまあ年ぶりです、あれだけコンボがね、うん、決まるなっていうところです。さすがでございます。はい、すいません、惜しかったです、惜しかった、残念。じゃあそんなわけで、この2週間プレイしていただいたロアさんから、今回は次の2週間は、クロノアさんに引き継がれます。この端末が、はい、ぜひともこの端末をプレイしてやってください。楽しんでいただければと思います。ちなみにさっきのパズルの具合から言うと、クロノアさんは今のこのモンスターボックスだとリーダーとか誰を使うといいかな。ちょっと画面をもらいましょうか。誰を使うといいかな。だったらバステトちゃんかな。ね、なんか、はい、ロアさんの意思を引き継いでバステトさん育ててもらう、サーティワンバステト育ててもらうのもいいですね。木と光と闇の3色で同時攻撃で攻撃力が 3.1 倍。クシナダ姫だと結構コンボ数重なっていかないと倍率がかかっていかないんですよね。攻撃倍率が上昇していかないんで、それを考えるとクロノアさんだったら31かなの方がいいかな。もしくはラディウス、ただ4コンボ以上か、ちょっとハードル高いな。だったら3色の方がいいかな。まあこのどちらかをリーダーにしながら進めるといいんではないかなと思います。次来るまでには絶対に上手くなってきます。おめちゃくちゃ練習します。もう練習しますか、はい、すごい。はい、そんなわけでそろそろこの動画も、お時間がやってまいりました。では最後にクロノアさんからお知らせをいただいて締めましょう。どうぞクロノアさん。はい、私のプレイする模様は、4月18日金曜日に、私のチャンネルにてアップロードされますので、ぜひとも見ていただければと思います。はい、皆様よろしくお願いいたします。それではこの動画は以上です。さよなら。
ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録が済んでいないあなた、画面上のチャンネル登録を今すぐクリック。この動画をスマホで見ているあなた、画面下の登録ボタンを今すぐタッチ。そしてこの動画シリーズは画面上の再生リストをクリックするとまとめてご覧いただくことができます。スマホから見ている方は画面下詳細文に載っている再生リストのリンクをタッチしてください。引き続きマックス村井と YouTuber がまったりパズドラをお楽しみください。